じゃあ、時間もありますので、野口さん、お願いします。もう、皆さんもお疲れのことと思いますので、私は比較的軽めのお話をさせていただきたいと思います。タイトルにありますけれども、賢く著作物を共有する方法ということで、私はこのクリエイティブコモンズジャパンというNPO の理事をしているんですけれども、著作物を共有するにあたっては、非常に世界中で広く使われているライセンスなので、その使い方を含めてご紹介をさせていただきたいと思います。で、共有をしましょうというふうに言ったときには、法律上は今の個人情報保護法の問題も非常に特に研究分野によっては重要な問題なんですが、そこは、とりあえず置いておきまして、著作物のお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まずですね、ライセンスをつける前に著作権があるのかないのかというところについても、ちょっと考えてみるということが非常に有益かと思います。で、この一番上に書いたんですけれども、事実やデータ、アイディアには著作権はありませんというふうに書いてあるんですけれども、要するにですね、その客観的な事実ですね、誰がやっても、同じになる。例えば、機械に、何か、私の DNA を入れまして、機械的にシークエンサーで、それを取りますと、おそらくどなたが作業をしても同じ結果が得られるだろう。で、誰がやっても同じ結果が得られるものは、大体客観的な事実として、そのもの自体には著作権がないというふうに考えるのが、これは世界中のスタンダードであります。で、ところがですね、それを見て、私が何かを発見しました。で、それを論文に書きますと、おそらく、10人研究者の方がいらっしゃれば、それをどういうふうに組み立てて、どういうふうに文章に書くかというのは、10人いらっしゃれば10人違うでしょうし、50人いらっしゃれば50人違うでしょうということで、そのように、いろいろな表現パターンがあって、その中から一つの表現を選びましたというところに、著作権が発生するわけなんですね。で、データベースというのも著作権で保護されるということを皆さんはよくご存知かと思うんですけれども、実は日本ではですね、すべてのデータベースが全部著作権で保護されるわけではないわけでありまして、もしかしたら先ほど末吉先生のお話もあったかもしれませんけれども、この情報の選択、体系的な構成によって著作物性を有するものということで、分かりにくいんですけれども、要するにですね、常に迷ったら、10人とか20人の研究者が、あるアイディアですね、思いつきがあって、その思いつきやアイディアを表現しようと思った時に、同じようになるかなと、例えば選択肢が5パターンぐらいしかないなというようなものは、大体著作物性がないというふうに考えていただくのが、一番分かりやすいかなと思います。そうは言ってもですね、実際にはいろいろ悩まれることも多いとは思うんですけれども、で、このようにに、何パターンもあるというものは著作物であって、それについては、ライセンスが必要ですということになるわけであります。で、実はですね、著作権がなくても、契約で、本来自由なものを制約するという方向性も、考えられるわけですけれども、そこはもともと権利がないものですので、契約で縛るといっても、おのずから限界が出てきてしまうわけであります。で、自由に使いましょうということを、自分が試してみようと考えたときにですね、ライセンスを、つけた方がいいですよということをお勧めをしているんですけれども、なぜということをちょっと考えてみますと、権利者の方からご覧になれば、当然、ある程度の条件を最初に示しておけば、予想しない、もしくは同意しない使われ方をされたときに、クレームを言うことができる、権利を留保することができますし、利用者の方から見たときにも、何も条件がないとですね、実際にやっていいのかいけないのか迷ってしまうということは多いと思いますので、お互いに明確にするということにメリットがあるということなんですが、じゃあどんなライセンスをつければいいのかということですが、もうズバリですね、みんなが使っているライセンスをぜひ使ってくださいということをお勧めして
たいです。で、あのですね、まあ、あの分子生物学会 の、 あの分野の方ではないんですけれども、全然別の分野でですね、やっぱりこの、共有化をしている、まあ、グループの方とディスカッションをしていてですね、あのいやうちもうちの研究機関でぜひうちの研究機関のブランドを、まあ、強調したいということで、ペケペケ大学ライセンスというようなですね、自分の大学の名前がついているライセンスを、まあ、があった方がかっこいいということでこうしましたというふうにあのおっしゃってる先生方がいらっしゃったんですけれども、あのちょっと考えていただくとですね、まあ、そういうふうに皆さんがなんとか大学なんとかラボライセンスのようなものを次から次へと出しますと、あの条件が一つ一つ違ってですね、読むのも大変ですし、まあ、それとそれがせっかく同じような志を持っているのにあの組み合わせようと思うとですね、まあ、微妙に条件がずれていたりすると、まあ、組み合わせができなくなってしまうということがありますので、これはですね USB の規格と同じだと思っていただいて、みんなが使っているものを使うというのが最もその効率性が良いということをぜひ、覚えていただければというふうに思います。それで、まあ、このクリエイティブコモンズを今日は、まあ、ご紹介をしてくださいということですので、まあ、こちらが、日本のページなんですけれども、ご覧のようにちょっとあんまり垢抜けない感じでありまして、今一生懸命あのバージョンアップを試みているところなんですが、実際にですねクリエイティブコモンズをじゃあ使いましょうってなったらどうすればいいんですかというご質問がたくさんございまして、今日はそこをぜひ紹介をしてくださいということですので、まあ、その前にですね簡単にもうご存知の方も多いと思うのですが、クリエイティブコモンズを簡単にご紹介させていただきますと、このですね4つのアイコンがありまして、それぞれのアイコンに意味があるんですけれども、このアイコンを見れば大体何をしてよくて何をしてはいけないのかというのが分かるというのが、まあ最大の売りでございます。一番左のこの人の名前がですね、その、まあ、権利者の名前を、表示をしてくださいというライセンスで、もともとはこの右側のバイというものがあの英語でですね誰々によってというののバイですけれども、これがマークだったんですが、まあ、ヨーロッパの国からですねなんか英語だけが偉いというような誤解を招いてけしからんという批判がございまして、この左側の人のマークになりました。でそれから、まあ、お金を勝手に、お金儲けに使うかどうかというところで、まあ、あの非営利の研究活動であればいいんだけれども、まあ、例えばですねそれで、制約をしてですねお金を儲けるというのは、まあ、ちょっと嫌だというような方の場合はですねこの非営利というものがあるんですけれども、まあ、今はですねこの営利非営利の境目が非常にまあ、難しくなってきておりますので、個人的にはあまりですねこれをあのデータの共有の時につけるのをおすすめはしないんですけれども、まあ、どうしても何らかの理由でこれをしなければいけないという場合にはこのドルマークに×ですとか円マークに×とか、あと、ユーロマークに×というバージョンもあるんですが、いずれも同じ意味でございます。一番右は、このイコールのマークというのは改変をしないでくださいというもの、それから右から2番目のものはこれは、ソフトウェアのライセンスによく取り入れられているものなんですが、改変をしてもいいですよ、その代わり改変をした後のものはやはり同じこのクリエイティブコモンズのライセンスでみんなに共有してくださいということをお願いするマークになっております。でこちらにいらっしゃる中尾さんのスライドをちょっと、拝借しておりますが、今のですねアイコンをこういうふうに組み合わせるわけなんですね。で一番左の CC はこれはクリエイティブコモンズのライセンスですよという意味なんですが、バイというのは、先ほどの名前を表示してくださいとか、これに先ほどの、まあ継承ライセンス同じライセンスを継承してくださいというのをくっつけると、名前の表示プラス、まあ継承をしてくださいとか、このようにですね名前を表示してそれから改変しないでくださいとか、名前を表示してそれから非営利にしてくださいとかですね、まあ、こういうような組み合わせになりまして、まあ、全部でこれだけの組み合わせがあるということになるわけであります。で実際にはですねこのようなマークが、まあ、表示されていることが多いかと思うんですけれども、まあ、先ほどのご紹介しました、アイコンとそれからその略称の英語文字が組み合わさったこのグレーのものでありまして、一番右の下のものが CC0 といいまして、まあ、権利放棄ですね、一切権利は制限しませんというものであります。
でこれらのものを見つけましてですね、何だろうなと思うとクリックができるようになっておりまして、クリックをしますとこのように簡単に説明をしたページが出てまいります。何ができますかという時に、まあ、例えば複製ですとかができますよとか、改変ができますよとか、その代わりこのあなたの従うべき条件は以下の通りですというものの下にこういうことをしてくださいねという制約条件が出るというものですね。ただこれはそのままライセンスなわけではないわけでありまして、この一番下の、緑のところの真ん中あたりに利用規約はこちらをご覧くださいという一文がございまして、そこをクリックしますと、まあ、これは弁護士だけが読めばいいとい う, こう文章が出てくるわけであります。で、まあ、もう一つの売りはこのメタデータがあることでありまして、まあ、CC の, あのライセンスをですね、後ほどご紹介します。 HTML で貼り付けていただきますと、まあ、メタデータが組み込まれて、今一応 Google 検索と Yahoo 検索があの精度はあまり高くないんですけれども、一応できるようになっておりまして、まあ、それの他にあのご案内の方も多いと思いますが、例えば写真検索とかですね、サービス内検索で、まあ、このメタデータを活用した検索がされるようになっております。ではじゃあどのライセンスを使えばいいのかということなんですが、論文についてはこのサイエンスコモンズというアメリカのですねクリエイティブコモンズの組織の中で、特にまあ科学研究における共有に、まあまあ、焦点を当てて活動しているグループがあるんですが、そこの提案では、まあ、一番この制約の緩い表示っていうライセンスを、まあ、使ってくださいということをお勧めをしております。でどうしてかと言いますと、まあ、コピーをして読むだけではなくて、最近はそれをサーバーにダウンロードしたりマイニングしたり、そのマイニングしたことをもとに、まあ辞書を作って、まあ、データベースと結びつけたりとかいろいろな活動をされると思いますので、まあ、できるだけそういうことに貢献できるようにしましょうという趣旨であります。で、まあ、オープン化はジャーナルから始まったわけですが、当然データについても、まあ、今議論をされているんですけれども、このデータについてはですね、ここにいろいろ書いてあるんですが、CC0 という権利を放棄するというものを、まあ、採用してくださいということを、まあ、サイエンスコモンズでは提案をしております。でその理由としてはですね、あの上から3つ目のところに書いてあるんですけれども、ですね、こちらですね、これはサイエンスコモンズのグループが、今データ共有をされている方の条件というのを弁護士10人ぐらい雇ってですね、一個一個解析をした結果、それが何を意味するのかというので、毎日弁護士が喧嘩になって、まあ、それが何ヶ月も続いたということで、まあ、法律の専門家である弁護士でもなかなかその契約条件を読んで一つ一つ読んでですね、結局これは何を意味してるんだろうかっていうことを、まあ、解読するというのは非常に皆さんが思っている以上にコストが高いと。だからお互いに、まあ、あのうるさいことは言わないようにしようというふうにし合うのが、まあ、長い目で見たときに科学の発展にとって非常に重要だという考えから、まあ、このような提案にしているわけですが、まあ、当然ですね、世界中ではいろいろな考えの方がいらっしゃるわけでありまして、まあ、今この何が最適解なのかということを、まあ、議論をしている最中であります。では実際にどういうふうに使えばいいのですかということなんですが、まあ、こちらの、トップページに言っていただきまして、このちょっと分かりにくいんですが、この右側のところに使うというのがありまして、このライセンスを使うという意味なんですが、これをクリックを押していただきますと、アメリカの方のページに飛ぶんですね。でこのアメリカの、HTML の作成は全てアメリカのホームページで、まあ、管理をしておりますので、ちょっといろいろ翻訳のプロセスが非常に複雑でありまして、ちょっと一部日本語と英語が混じった感じでちょっと恥ずかしいんですが、このページになりましたらですね、何をすればいいかというと、この2つの質問に答えればいいわけなんですね。で1つ目の質問が、あなたの作品の商業利用を許しますかという質問でありまして、まあ、営利活動、まあ、企業さんの、まあ、リサーチでも構わないよという場合にははい、で、営利の場合は困るよという場合はいいえを選んでいただきます。でその次のこの2つ目の質問が、あなたの作品の改変を許しますかというものでありまして、はいを選びますと改変 OK。 でこの英語のちょっと難しいのはですね、これは継承でございます。
でこのいいえを選ぶと、まあ改変禁止になるわけですね。で一番最後にこのライセンスの管轄地というのがありまして、日本語のブラウザーでアクセスをされるとデフォルトが日本語になるんですけれども、まあ、これは世界中に50カ国ほどライセンスがありまして、まあ、そのライセンスの種類を選んでいただくと、で一番そのアクセスする方が多いところの管轄を選んでいただくというのがポイントになります。でそうしますとこの次に、ですね、すいません、これ、これを選んで、でこの下にですね、これは先ほどの管轄地ですね、スクロールしていただくとその下に、いろいろなメタデータを入れる部分がございまして、まあ、これを入れると先ほどのメタデータの中に埋め込まれて、まあ、検索エンジンで拾いやすくなるということになります。でこれを、いろいろ入れていただいて、最後にこれをクリックをしていただきますと確認ページに飛ぶようになりまして、このマークが、アイコンが3種類ほどありますので、まあ、一番おしゃれだなと思うものを選んでいただきますと、その選んだものに対応する HTML がですねここに表示をされますので、これをコピーペーストしていただいてホームページに貼るというふうになっております。で CC0 ですね、先ほどデータに権利放棄をしましょうという時のものは実はこの中からは選べなくてですね、ちょっと不便なところに今あるので、次にホームページをアップデートした時にぜひ分かりやすくしたいと思っているんですが、この右下のところにパブリックドメインというのがありまして、ここをクリックをしていただきますとこのこういうページに飛ぶんですね。でここの Use this tool というのをクリックしていただくか、まあ、面倒くさい方はですねこの URL から、まあ、0というところへ行っていただければいいんですが、でそうしますとこのページが表示をされまして、この Begin というのを表示をしていただくということになります。でそうするとまた同じようにメタデータを入れるフィールドがありまして、まあ、お名前とか URL とかタイトルとかでテリトリーとかを入れていただくということになります。で、これで私は権利を放棄しますよというようなこととか、で一応ここに、英語の条文がいろいろ書いてあるんですが、要するに権利は全部放棄しますということを法律的にいろいろ難しく書いてありまして、まあ、それをちゃんと読みましたよっていうのをクリックして、まあ、最後にこの Continue をクリックをしていただきますと、こちらはですね権利放棄ということでもう一回ワーニングが出ます。あなたは本当に大丈夫ですか、もしもこれでお金を儲けているプロのアーティストの場合には思いとどまった方が良いかと思われますというのがここに書いてありまして、で、まあまあ、確かにその、まあ、データで、まあ、チャリンチャリンとパッケージ化して、まあ、活動している方も著作権ですし、まあ、科学研究をされている方も著作権ですので、まあ、間違ったものを選ばないように一応、ワーニングをして最後にイエスというのをここは赤くなっているところをクリックをしていただきますと、まあ、確認ページになるわけですね。で好きな方を選んでいただくと、まあ、こんな風に表示されますよという実際の表示 のサンプルがここに表示をされまして、でその後この HTML をコピーペーストしていただければいいということになります。で最後に、もしライセンスをつけようと思った場合には何に気をつけるべきかということを簡単に3つほど書きましたけれども、まず何についているのかということを分かりやすくしてくださいということで、まあ、ページに何も書かないでつけますと、まあ、そのページに載っているものは全部ライセンスしてますよという意思表示になるでしょうし、まあ、そうではなくて特定のデータベースとかソフトウェアにつけている場合にはその近くに書くとかリードミーファイルに書くとかいうような、まあ、分かりやすい書き方をしていただくと、もしくはまあこれにはライセンスはついていませんよということも明記をしていただくということですね。で分かりやすいところにまあ表示をしてくださいということで、まあ、下の階層の階層の階層の下ぐらいのところにひっそり置いてあってもですね、まあ誰にも気がつかれないというだけではなくて法律的にもですね、ライセンスを表示してそれは有効になるためには、まあ、その利用者の人が見るチャンスがあったということが非常に重要になっております。でしたがってもう誰もが、まあ、間違いなく見るだろうなと思われるようなところにできれば置いていただければと思います。でそれから、まあ、最後に先ほど、表示という人のマークがあったかと思うんですけれども、まあ、利用された方はですねその他の人のものを引用した時には、まあ、この人のものを引用しましたよということを、まあ、書くわけですので、まあ、逆に言えばリリースをされる方はですね
こういうふうに書いてくださいというご希望があればぜひそれを添えていただくと、まあ、非常にいいかなというふうに思います。で、まあ、研究者名ですとか教育機関名とか URL とかあるんですが、まあ、あまり欲張りすぎますとですね、これを書くのが億劫になりまして、あの非常にコストが高くなってしまいますので、できるだけ必要最小限シンプルにしていただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。